にはこの後もこのままちょっとトークコーナー、はい、すいませんライブ終わったのでどんでもないです。めちゃくちゃかっこよかったです。もう一度大きな拍手を。どうも。ブワーッと放出してましたよ、うん、それ気持ちよかったですよ。やっぱ外で、あ、ここ気持ちいいんですよね結局ね。代々木公園このね会場アステ東京2021このリアル開催ができたっていうのが、うん、でかいですよね。本当に大きい。やっぱでもこれくらいやっぱそのこれがね野外って今一番やれるやつなんですよね、うん、本当はね。いやそうなんですよ、うん、まあこの今本当に音楽ね、はい、ちょっとみんな助けてよっておっしゃってましたけど、うん、この8割落ちてますよ、ね、そうだからやっぱライブハウスとかいわゆるリハースターとかも結構やばいですもんね、はい、そうですね、そうですね、いやそうなんですよ。だからなんつうんだろう、その、ね、音楽はそのなんか不要不急みたいなこと言われてますけど冗談じゃねえよとかいう感じですよね、うん、冗談じゃねえよ、ざけんじゃねえよ、音楽なくなってみろよ、想像してみろよって思いますよね。なくなっていいのかお前の人生にみたいな。まあ誰に言ってんですかね。いや刺さりましたね人間に必要なインフラだってですよね。あの言葉はなんか胸にザクってきましたね。そして、はい、まあ、タイジさんは、はい、ソーラー武道館もね主催されているということで、はい、頑張っております、まあ、太陽光、まあ、電力、はい、まあ、再生可能エネルギーっていうのが、はい、これからの時代も絶対、ね、絶対だと思いますけど、ですよね、はい、うん、まあ、そんな中で今日はですねこのライブもそうなんですけれどもこの電力、はいはい、まあ、みんな電力さんという、うん、再生可能エネルギーで、まあ、顔が見える電力、顔が見える電力、誰が作ってんのっていうのが分かる、うん、その電力を、ね、よくあのスーパーにある誰が作った野菜か分かるみたいな、はいはい、ああいうことですよね。そうなんです。で今日はそのみんな電力さんブースがありますので、まあ、そこでもねいろんなプロモーションを行っています。まあ、アーティスト電力というのが一つありまして、はい、伊藤聖子初発電所始めるっていう聖子さんがねありましたね。まあ、アーティストが発電車であると、発電所、発電所を持つ、発電所を持つという、はい、そういうことですよね。そういうことも、まあ、ブースの方もぜひ覗いてみていただきたいんですが、はい、このアースデー東京の2日間、うん、そして代々木公園でこのイベントで出ます排出された温室効果ガスを省エネ由来の J クレジットを活用した、カーボンオフセットをしてるんですよ。実はちょっと分かりづらい、うん、難しい、まあ、要するに、うん、な二酸化炭素、まあ、この出しないよってこと。違う、二酸、温室効果ガスが出るんですけどこれ私たちで喋ってていいの。そうですね、それをこの詳しいことはですね、そう聞きましょう、はい、みんな電力さんをお呼びしたいと思います。そうですよ、はい、はい、じゃあみんな電力の宇野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。これどういうことっていう話になってましたが、はい、宇野さんよかった、カーボンオフセットですよ。カーボンオフセットです、はい、何ぞや。そうですね、CO2 が出てしまっていても他の証書とかをくっつけることで実際は出ていないプラスマイナスゼロにすることができるということで、もちろん太陽光とかで発電するのがベストなんですけど、まあ、それでも補えない分っていうのも違うやり方でちゃんと補えるようになっています。グリーン電力証書みたいな。そうですね、はい、ですね、はい、あー、そっか。じゃあここでできた、まあ、使ってる電気、はいはい、まあ、排出してる温室効果ガスもプラマイゼロになってるよってことですか。そうですね、なるほど。もうこれはクリーンなライブということで。なるほど、うん、なるほど、うん、でもこのもともとやっぱり太一さん、はい、そのソーラー武道館、はい、やろうと思った、はい、あ、もう全然やっぱ311で、あ、ね、あの、まあ、大変なことになりですよ、原発事故から、うん、これ、うん、これはもうこれもう世界変わっちゃったなってんで、変わっちゃった、分かります、ね、それでよし、じゃあ太陽光発電で武道館やろうっていう、ね、途中 で、ね、切れたらどうするんですか。いや結構その初回のやつとか大変だったんですよ。そのあのいろんな会社に協力してもらったから、はい、いろんなタイプの電池があるんですよ。そうで、それつながなきゃダメじゃない、はい、ケーブルの形状が全然違くって、はい、当日の朝ぶった切って中身出してつなぐって、ものすごい大変なことやってたんだから。すごい、おかげさまでね、全然電気止まんなくてなんとかセーフだったんですよ。すごい、まあでもなんかそういうのがね、うん、統一化されてもるべきだね。いや本来はね統一化には向かってると思いますよ。向かってる、向かってるかな、うん、でまあ本当に私たちの身近なものにどん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 この再生可能エネルギーなっていくと思うんですけど、ね、うん、全然シェアは伸びてますよね、再生エネルギーは、はい、そうですね、ね、今日ですね、うん、実際、はい、
この場で太一さん、はい、なんすか、ご自身が使っている電気を、はい、お家の電気をね、お家の電気を、はい、みんな電力にするという、あ、そうですよ、それがね、いや前からねもう全然変えよう変えようって言ってたんですけど、そう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 、全然手続きのところで俺が、ね、全然やってなくて、そう、私も苦手、ね、はい、面倒くさいってイメージは確かにありますよね、いやすいません、いやいやいや、それを今ここでってこと、はい、ここでやるんですよね、ぜひ太一さんのスマホを実際にいじってもらってってことですか、あの、ね、スマホのやつはもうね情報を渡しといて、あ、なるほど、最終的には俺のクレジットカードの番号をここで、ここで入力するってやつですよね、そうなんですか、配信されちゃったらやばいやつですよ、これやばいギリですね、はい、これを今この場で、今この場でやるんでしょ、ぜひ実演していただければと思いましょうよ、切り替えの担当もされている菅原さんにぜひ、菅原さんぜひいらしてください、切り替え担当、菅原さんです、菅原さんです、お世話になっております、すげえ面白いはい、実はすぐできてしまうので、もうここで、そうなんだ、じゃあちょっと宇野くん説明し、これマイクを通して番号言わない方がいい、絶対言わない方がいい、財事さんの財産が知られてしまうね、これ大丈夫ですかね、今やってもらってるのが電力会社の切り替えっていうところなんですけど、まあ、今言っていたみんな電力っていうのは再生可能エネルギーをより多く使っている電力会社でして、で今太一さんの今契約してる電力会社からみんな電力に切り替えてもらうっていうのをまさに今この場でスマホでやっていただいています。これをするともう家に行って何かするとかがなく、はい、家の電力が切り替わるってことですか。そうなんですよ、もうスマホ一つとあともクレジットカードがあればできてしまうので、なんかもっと難しいイメージありましたよ、なんか電線工事してもらってとか、なんかちょっとやっぱり東京電力さんに来てもらってとか、そう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 、止めてとかね、うん、工事みたいなのも必要かなとか、そういうのじゃないんだ、実は全くいらない、はい、まあ、この顔が見える電気、まあ、本当にこう私たち毎日使ってますよね、うん、で私もあの住んでる鴨川自然王国って、うんうん、もうどこまで自給できるかな結構チャレンジしてますけど、さすがに電気までまだちょっとできてなくて、ちょうど2年前災害、大きな台風が、台風15号と19号が襲った時に2週間停電しました、はいはい、冷蔵庫がやっぱり、あ、そうか、もう全部捨てましたけど、捨ててはないけど、うんうん、もう毎日パーティーですよ、もう消費しないといけないっていう、はい、でもね、本当こう電気はやっぱりゼロにして生活するというのは難しい、うん、だったら自分たちでやっぱりちゃんと見えている、その環境に負荷をかけていないっていうものに変えたいなっていう思いは、本当たくさんの人今持ってると思います、うんうんうん、このアースデー東京4月の22というのがアースデーですね。ようこそ完了いたしました。早い、完了いたしました。こんなすぐできるんだ。顔の見える電力へようこそ。よろしくお願いいたします。今日から、今日から、ね、これすごいですね、これ実況中に菅原さんでしたみたいな。ありがとうございました。すごい、すごいね。いや、どうでしたか。何がですか。どうですか、この電気は。あの、よかったです、滞りなく滞りなく変更できたのでよかったです、はい、あの、よろしくお願いいたします。すごい、ありがとうございます。いやいやいやね、いいです、まさかね、ステージ上にカード持ってってね、はい、初めて見ました。ミュージシャンのカード初めてステージ上で見ました。やばいっすね。ただ皆さん今日お持ちの方は、あの、みんな電力ブースで、本当です ね、これくらいの時間でできるということですね。このくらいの時間で、またコストのこととかもいろいろ聞けたりとかするんですかね、ブースに行ったらね。あ、聞けますよ ね、気になるとこですよね。結構ね、あの、ちゃんと安くなるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。逆になんかちょっと高いけどなイメージでした。いやいや、それがね、それがそうじゃない、それは行かないとダメですね。もちろんね、うん、あの、高くなるコースもあるんだよ。あ、なるほど。あるけど、違う、安くなるコースもある。あるあるんだよ。俺、行っちゃうな、これ選択肢がね。そこはもうみんな電力も成長してっから、もう さすが。ちょっと行ってみましょう、みんなで。ぜひぜひ、ぜひ行ってみていただければ、うん、そうです ね、うん、切り替え簡単だし、ぜひおすすめですよ、うん、ぜひぜひ、ね、ちょっと新しい情報がいっぱいですね。そうです ね、すごいですね。いや、もう皆さんやっぱりね、こう生きていくために必要なもの、はい、欠かせないもの、そう、もう電気やっぱり重要と思う ね、やっぱほんで、そう、ね、頑張ってるところを応援するというね、うんうん、
ね、いやそこがね大事かな、やっぱね、みんな電力頑張ってるもんね。ありがとうございます。ソーラー武道館 もう最初からずっと応援してくれてて、ね、まさかこんなに急成長するとは。ですか。だ俺オフィス、新しいオフィスびっくりしたもん。巨大なオフィスになってて、いやいや、すげえ成長してます、ね、本当に小さなオフィスからだったんですけど、ね、まあ、1月にも来ていただいてライブもオフィスでやっていただいたので、そうなんです、ライブのできるオフィスですからね。すごいですね。そうなんです、すごいですよね。そう、会社 のオフィスの中にスナックもあるんですよね。そうなんですよ。スナック、再生がありますね。再生っていうね。本当にスナックですよね。あなたの人生も再生っていう。いや、それ本当にお願いします。再生したいですよ、本当、しなきゃいけない、うん、ね、再生したい、うん、ぜひ皆さんブースの方にも行ってみてくださいということで、はい、短い時間でしたが、ね、トークコーナー佐藤太一さん、そして宇野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。